では初日2年生の試合をやります、はい、佐賀94期の山田洋平選手です。よろしくお願いします。宮杯は2年連続決勝に乗っているということなんですけども、なんか印象とかいかがですか？バンクは走りやすくて、G1 じゃなくても F1 とかでもいい成績はできていると思います。まあ、ちょっと前にあった多京記念が、まあ、決勝地元ですね、決勝になれなかったんですけども、はい、か声援とかいかがでしたか？まあ、そうですね、年々声援を多くもらっているので、まあ、嬉しいです。まあ、今回なんですけども、九州の方は井上選手と中本選手と一緒なんですけども、並びと戦い方を教えてください。まあ、自分が前で自力で頑張ります。昨年は、白虎賞まで行かれて、まあ、一着一着勝ち上がられたと思うんですけども、まあ、今回もまずそこを目指していた形ですか？まあ、前回は番手だったりしたんで、今回自力なんで何とも言えないんですけど、ご自身の状態や体調面はいかがですか？まあ、今年に入って調子悪くて練習もできなかったんですけど、まあ、前回レース終わってからしっかりできたんで、まあ、少し上積みもあるかなと思います。この6日間のご走という戦いなんですけども、過ごし方を意識されていることはありますか？まあ、特にないんですけど、なるべくレース中はストレスためないように選手生活を送っています。では、最後に意気込みをよろしくお願いします。はい、一生懸命頑張ります。応援してください。